アーティスティックスイミングを作曲しました戸平由美です。よろしくお願いします。アーティスティックスイミングというのは、しばらく前までは、シンクロナイズスイミングと呼ばれていましたよね。すごいきらびやかなメイクと水着を着て、音楽に合わせていかに美しくシンクロナイズ同調させるかを競う競技です。私はもう本当にまさにこれはアーティスティックだなと思います。夏の、スポーツの祭典の中で一番好きな競技がこのアーティスティックスイミングなので、憧れの気持ちを持って作曲しました。イメージしているのは、選手たちの明るく力強い笑顔です。また曲の中には、いろいろな演技の場面も出てきますので、皆さんどんな場面だろうと思って想像しながらお聴きいただければ嬉しいです。この曲の中にはいくつかその特徴、特徴のあるリズムが出てくるんですけれども、それがこちらです。表紙は、四分の四、八分音符8つをタタ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 のように3つ2つに区切って、あのリズムの332のリズムですね。それとこの下のようにタンタンタンという、譜点を含んだシンコペーションのリズムになります。これらはラテンの音楽のリズムにもよく使われていますので、いますね。で、私のこの曲も多分ラテンテイストじゃないかなと思います。では、曲の中に入っていきたいと思います。まずイントロです。イントロは、プールサイドにいる選手たちがみんな水の中にポシャンポシャンポシャンと飛び込んでいくところです。という感じですね。右手にも332のリズムが使われています。で、左手にもというようなシンコペーションのリズムですね。で、このというのは水の中にこうボシャンと飛び込むようなイメージでお聴きください。それからいよいよ演技に入ります。まず1つ目のメロディーがこう A としましょう。この A のテーマまず弾いてみますね。いうメロディーですけれども、この中に、左手でこのリズム、シンコペーションのリズムとメロディーの中にもいくつか特徴がありまして、この半音で残ってくる音っていうのが含まれています。それからでちょっと跳ねるようなリズムがありますね。それに続いてと降りてくる音階の、この音階の要素というのもこの一つの要素なので、お聞きください。では最初にもう一回このね、2小節に大切な要素が含まれているのでもう一回弾いてみます。ということですね。それから、次の、場面に移りますけれども、次は水面にたくさんの手が出てきてバシャバシャバシャと水しぶき上げるところです。この動きですね。これもという 3-3-2 のリズムが使われています。そしてベースラインにという先ほど出てきた半音階で上ってくる、音型も含まれています。そしてもう一つ動きを入れてみました。これはちょっと 手足を使って、力強い書くようなイメージですね。とここなんですけれども、先ほど A の、出てきたこのリズムを連続してで使っています。そして、内声の中には今度はで、今度降りてくるようなパッセージもあります。そして
これをベースと、内声と一緒に弾くと、こんな風にとてもなんかラテンの感じになりますよね。で、さあ次は、2つ目のメロディ、これをビートしましょう。まず弾いてみます。どんなイメージをお持ちになりましたか？ここで3-3-2のリズムを右手と左手同時にやっていますね。ここでなんかちょっと力強い、ちょっと溜めるような、力を溜めるようなイメージ。そしてこれは水がポーンと高いところから上がって落下していくようなイメージ、私は持っているんですけども、いかがでしょうか。これを、繰り返した後、次は、中間部になります。中間部は拍子が4/4になって、曲奏がガラリと変わります。で、今までこう力強さとかこうリズミカルな感じだったのが、今度は水にふわっと漂うようなゆっくりとした動きになります。そして今度は音階が上向きになってます。これはなんか心も上を向いて、なんかこう掴みに行くようなそんなイメージですね。それともう一つ、和声の動きにも注意して、聞いていただきたいと思います。ここはフラット系からシャープ系に変わって、すっとこう明るいような色彩の変化がありますよね。そんなところが中間部です。そして、ゆっくりとした後はいよいよ大詰めのリズムなんですね。選手たちがリフティングとリフティングして、そして、仲間を空中にパンと投げる大技に入ります。それがこの場面です。というようにタタタタタタというリズムを畳みかけています。そしてこれが一番こう高いというか緊張感のある音、これなんかちょっとジャズっぽい音なんですけれども、ここから技が成功するかなという想像力をちょっとかきたてるかなと思ってこの和音にしました。それから、というような、最初に出てきたシンコペーションのリズム、これが出てくるともう最初に戻るのかなという感じで最初に戻ります。 A のメロディーに戻ります。それから、あと後半に行くわけですけれども、あとはコーダですね。コーダでもやはり3-3-2のリズムが使われています。というような感じですね。ここがもう最後、こうもう一回決めのポーズがあってという着地じゃないんですけども、みんなでピタッと止まってポーズを決めるというところです。いかがだったでしょうか。いろんな場面を想像していただけたでしょうか。では、最後に通して弾きたいと思います。アーティスティックスイミング戸平由美です。